業商店をお手伝いする活性化応援番組アビアウェー。はい、皆さんこんばんは。きっちゃんことレイナです。今日は宜野湾市にやってきました。今回の依頼はNPO 法人沖縄県出会い婚活支援センター婚活モールの賀来さんからの依頼です。婚活をお一つお願いしますということです。場所がこの関海門からドーパチ向けに駅と途中にあるということなので早速行ってみます。種入れの隣って言ったんですけど、あった。では行ってきます。おいかつです。かくさんいますか？はい、おかつです。お待ちしておりました。はい、ぜひはよろしくお願いします。せーの、おいかつ。愛を乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄。ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよハンズ。ジャンボステーキください。焼き加減は？俺ミディアム。俺ジャンボ。私手加減なし。ウダー入ります。手加減なしのうまさとデカさ。おきかつは名刺サポートを応援しています。せーの、おきかつ。はじめまして。あ、どうもはじめまして。婚活のレイナです。はい、NPO 法人婚活モール理事長の角です。角さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、今回の依頼内容を教えていただけますか？はい、レイちゃん、これ見たことないですか？あ、見たことある。あります。あるでしょ。はい、素敵な出会いとサポートすることによって皆さんが、結婚に向かってですね進んでいけるようなそういうお手伝いをしているそういう NPO 法人です。私たちがこの今やってるですね名物の各駅停車というのがあるので、はい、それをレイナちゃんにちょっと今日はね体験していただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。賀来さん、各駅停車っていうのはどういうものですか？はい、実際直接会ってお話をして20分間ずつですね。おお、20分ずつお話をして、はい、もう一度お話の続きをしてみたいなっていう方がいたらお互いリクエストを出し合っていくと。あ、これをやることによってたくさんのカップルと、うん、でご成婚が今生まれてますので、あの各駅停車でちょっと体験していただく前に、はい、だからちょこっとそういう話題提供的な、はい、そのものでこういう私ノート、おー、これをちょっと書いてもらいたいんですね。すごい、いくつか質問が。お待たせいたしました。それでは男性の方、テーブルの方へお願いいたします。電車、はい、どうでした？緊張しました？緊張しました。さっきの私の音についてるこの書いてることとかをなんか話盛り上がったりして、ね、結構盛り上がってましたね、はい、ワイワイしながら喋れたのでよかった、よかった、楽しかったです。この各駅停車をですね、はい、経験されて、うん、ご成婚された、おー、ね、その男性が来ていただいて、はい、少しお話ね伺うことができるので、はい、一緒にちょっと行ってみましょうか。ぜひ、はい、よろしくね、はい、なんでこの婚活モールにされたんですか？なかなかちょっと出会いもなく、はい、都市的にも結婚を考えたいなということで、はい、
ちょうどこっちがあのオープンする時ぐらいに、はい、あのお家の方にチラシが入ってたので、はい、そこでちょっと興味を持って始めてみようかなと思って出会ったのが、はい、去年の夏ぐらいなんですよ。あ、夏、はい、でそこからあのお互いちょっと連絡を取り合うようになって、はい、1ヶ月後ぐらいにちょっと僕の方から告白をして、あ、キュンキュンするオッケー、オッケーということで交際して1ヶ月でゴールイン、うん、ご結婚なったんですね、はい、すごい。あのイベントだとどうしても多くの方がいらっしゃって、うん、こ うまくいろんな方とお話をするというのが抵抗が、ね、うん、ある方が多い、はい、でうちのやっぱり各駅停車は1人やっぱり20分ずつ、うん、そういうチャンスがあるので、はい、うん、だからもうね、とばる君も今意中の方をね、見つけたと、うん、いうことができたんだよね。そうですね、はい、ね、ありがとうございます。これからも幸せに頑張ってください。幸せに、ありがとうございます。せーの、アイカツ。はい、こんな僕でも成功することができたので、ここに来られる方、皆さんあの頑張ってください。 みんな愛してるよ。ここでちょっとあの昼食取りながら、みんなでまたちょっといろんなね、婚活の話題とかお聞かせ願いたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。婚活ウォールではこの、はい、さっきの各駅停車以外にも何かされてますか？各駅停車が苦手だよと、うん、イベント大好きなんだよっていう人たちもたくさんいらっしゃるし、はい、婚活を始める最初のきっかけが結構イベントであったりとか、はい、パーティーだったりするんですね、うん、だから我々も月に数回、うん、そういうイベントをやってまして、はい、専任の担当者があちらの方に2人おります。あ、そうなんですね、はい、スタッフの方が、はいはい、副理長の大城です。あ、大城さん、はい、すごい婚活パーティーがあるそうです。イベントの場合だけ会員様も参加ができるし、うん、会員様以外の方も参加できるのがうちのイベントの特徴なんですね。そうなんですね、会員じゃなくても参加できる、はい、うん、会員に、ね、なって、はい、あのいただいた後はじゃあほったらかしっていうことじゃなくて、うちは仲人っていうのがいるんですよ、はい、仲人。婚活モールにはあのどれぐらいの年代の方がいらっしゃいますか？そうですね、30代から40代の方が多いですね、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、ご成婚される時には本当に、ご本人様よりも嬉しかったりすることも本当に多々あって、はいはい、だけどもそこに至るまではやっぱり涙もあったり、はい、もうそこを本当に一緒になって泣くこともあれば、はい、でここに来られるまでにもう1年から2年経っちゃったっていう方が多かったりするので、うん、そうだね、ほんとそばにいる方が行っといでって背中を押してくれる方が増えると嬉しいですね、うん、そうですね、この後押しというかサポートがあるとより一層ね、この婚活にあの活力ができますよね、うんうんうん、あれなんかうちのスタッフだけど、あのおせっかいおばさんおじさんを発掘してる、はい、はい、本当に、まあ、フェイスブックとかブログとかでも発信してるんですけど、うん、そのラジオでやっぱ婚活で入会してまでっていう、はい、イベント出とけばとか、うん、お金かけてまでっていう質問がやっぱいっぱい入ってくるようになったんですね、うん、情報発信をしながら、うん、婚活に一歩踏み出したい人とか一歩踏み出そうとしている人がいるんだよって知らない人もまだいるので、はい、知ってたら、あ、婚活モールがあるよとか、うん、婚活してみたらって言えるかもしれないので、まあ、そういう感じの情報発信をしています。ラジオとかでも呼びかけもしたりして、もう皆さんに知ってもらえる環境で出会いの環境を作ってるっていう、この皆さんの仕事が本当に素敵だなって思いました。いや、ありがとうございます。メッシュサポートもおひかつを応援しています。せーの、おひかつ。はい、それ先ほどですね、はい、各駅停車具志堅さん、はい、とマッチングが成立しました。やったー。ということで今からですね、お見合いと正式の、
入らせていただきますので、はい、緊張しますね。緊張しますね、はい、はい、ということで私はこの辺でちょっと吐けますので、若い二人だけで、ね、はい、話の方を盛り上げてください。ありがとうございます。はい、何話したらいいの。皆さんもぜひ婚活モールに足をお運びください。俺も頑張ります。はい、レイナちゃん、今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。婚活っていうのはやっぱりこの、はい、お見合いっていうのがもう昔からこの固い感じなのかなってあったんですけど、このいろんなあの種類の婚活の仕方があるのが分かって、しかも楽しめてできるので、このいろんな人との出会いがあっていいなって思いました。そうですね、はい、ここで視聴者の方にプレゼントがございます。あ、やった、プレゼント。はい、男性女性3名ずつ、はい、3名ずつ、はい、婚活モールに、はい、ご登録される際の登録費ですね、はい、これを無料にしちゃいます。無料、はい、いいんですか。大丈夫です。ありがとうございます、はい、すごい。もう皆さんぜひこちらまで、はい、応募ください。応募ください。お待ちしてます。じゃあさよなら。さよなら。初めまして、初めまして、おかつのレイナです。はい、宜野湾市長の酒間です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。婚活モールさんの大婚活祭に挨拶を行ったと聞きました。それで、はい、そこの婚活モールさんの活動についてどう思われますか。うん、男性も女性も、そういう、まあ出会いを通してまあ、幸せになっていただければいいなと思いますし、そういう意味では、まあ、どん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 頑張っていただきたいと思います。お企画へのメッセージもよろしくお願いします。はい、確か私も一度はお企画さんに出たことがあるんですけども、はい、ぜひまた宜野湾市を PR する意味でも私を出演させていただければありがたいなと思います。お企画さんもぜひ、まあ、いろんな地域で PR していただきながら、私もあの宜野湾市長選挙の時には宜野湾が一番だよ、はい、というキャッチを作れましたので、はい、ぜひ宜野湾の方にも PR しに、来ていただきたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。この番組はご覧の各社の提供とお企画サポーターズの皆さんでお送りしました。手加減なしのうまさとデカさ。